南国土佐、沢地町、実施運営委員会の主催の観光土佐の名物として知られる、沢地料理の名声をさらに高めるため、第49回は、龍馬をメインテーマとして、数々の沢地料理を展示しています。土佐のお客とも連携し、旅館、ホテル、料亭、レストランなどのご協力のもと、伝統的な沢地料理や、豪快な、池作りのほか、高知の食材を使った、中華、西洋料理の展示を行っています。